見ればすべてがわかる超解説丸沼高原オートキャンプ場マスターコーススタートです。今回は群馬県利根郡片品村は奥日光スキー場の広大なゲレンデを利用した標高約1500m のオートキャンプ場丸沼高原オートキャンプ場を超解説します。超解説フロー1丸沼高原オートキャンプ場ここがすごい2キャンプ場データ3キャンプ場マップ解説4キャンプ場近隣データ以上で超解説します。1キャンプ場ここがすごい最大の魅力、なんといっても最大の魅力は本来スキー場ゲレンデという広大な場所にテントを張りキャンプができるということ。その独特の開放感が通常のキャンプ場と異なり非日常を演出します。日本百名山日光白根山で登山散策、隣接する日光白根山は関東以北最高峰、標高2578m、景観に優れ高山植物も豊富なことから昭和32年に日光国立公園の特別保護地区にしてロープウェイで登ることができます。ロープウェイの山頂駅から日光白根山登山コースで往復5時間から6時間、散策コースで45分から2時間、キャンプと合わせて登山が楽しめます。充実したアクティビティ丸沼高原オートキャンプ場はスリーアドベンチャー、サマーリュージュ、サマーゲレンデ、レンタル E バイク、様々なアクティビティが充実。充実した場内施設、スキー場の施設が夏場もフル稼働、日帰り温泉、カフェ、売店等もあります。通常のキャンプ場にはない充実した施設は非常に大きな魅力です。充実の観光名所、群馬側奥日光に位置するため周辺観光地、景勝地、温泉施設も充実。群馬県側と栃木県側をつなぐ国道120号を使えば車片道約40分で日光は中禅寺湖まで到達、日光観光もできます。丸沼高原オートキャンプ場は群馬側奥日光を代表するキャンプ場。次にキャンプ場を具体的に説明します。2キャンプ場データ解説アクセス、都内から高速を使えば約3時間でアクセス可能、日光側からも入れます。関東圏内なら3時間強あればほぼ全域からアクセスが可能です。ロケーション、スキー場のゲレンデを利用した草原サイト、開放感が抜群です。標高約1500m は夏は涼しく避暑に最適。開業1974年、昭和49年、現在の日本製紙株式会社のグループ会社日本製紙総合開発株式会社により奥日光丸沼高原スキー場の名称で開業。1998年標高2000メートルまで多人数を一度に輸送できるロープウェイを設置、オフシーズンにも日光白根山への登山客を集客、以降通年型のマウンテンリゾートとしての開発を進めています。営業期間、毎年5月上旬頃から11月下旬頃までの営業、冬季はキャンプ場は平常、スキー場として営業されます。定休日、営業期間中は定休日ありません。予約方法、丸沼高原ホームページからネット予約または予約専用電話、どちらかで予約です。ネット予約はクレジットによる事前決済が必要です。予約受付開始日、ネットは予約開始日以降全期間予約可能、電話予約は予定月の2ヶ月前から予約可能です。キャンセル料、キャンセル期限は4日前の17時まで、それ以降は段階を踏んでキャンセル料が発生します。料金、料金はこちらです。利用料金は季節、曜日により変動、注意点としてはサイト代とは別に入場料がかかります。入場料について温泉入浴料が無料になるので温泉代と捉えましょう。参考までに私は9月大人2名小学生1名週末土曜1泊で8300円でした。標高、気温、天気、標高はキャンプ場で 1500m、 ちなみにロープウェイ山頂駅は標高 2000m、 白根山山頂が標高 2578m です。 100m で 0.6 度気温が下がるので平地よりも約
9度低いことを頭に入れておきましょう。天気はホームページで丸沼高原のピンポイント天気を確認できます。3、キャンプ場マップ解説。全体レイアウト、マップをもとに解説していきます。冬場のスキー場はロープウェイ山頂駅までの全域を使用しますが、丸沼高原オートキャンプ場はスキー場の斜面中腹域一帯を使用したキャンプ場。その中でレストラントンファン、夏季は休業を中心として、ノース、イースト、ウエスト3エリアに分かれて展開。マップの見方は各所色の薄い部分が平地で設営に適した場所です。グレーの道がアスファルト舗装、ブラウンが砂利道、進入禁止部分はカラーコーンでそれ以上進めなくなっています。入り口出口、入り口出口はこちら1箇所です。受付と管理事務所、高原の駅丸沼を左手に直進、センターステーションを通過し、シャレー丸沼で受付を済ませます。ボートキャンプ受付はすべてシャレー丸沼になります。チェックインアウト時間と手順。チェックインは13時から17時、チェックアウト翌日の12時です。アーリーチェックイン、レイトチェックアウト、フリーサイトのみですが、アーリーなら10時から、レイトは17時まで、それぞれ2000円追加で可能です。駐車場、オート15区画、全区画 AC 電源付き、オートフリー約150台収容可能です。サイト種類、オートフリーサイト、電源付きサイト、林間サイト、4WD 車専用サイトに分かれます。サイト特徴、設営に向く色の薄い箇所でも、場所により傾斜が強く、平坦で快適な場所は限られます。多少は傾斜があると割り切りましょう。夏場は特に山から降りてきた野生の鹿の糞にハエとアブが群がります。足元には気をつけましょう。1、ノースエリア。見晴らしが良く平らな箇所も多い人気のエリア。入り口から入り、アスファルト塗装をそのまま登るとノースエリアへたどり着きます。奥の林間サイトは6サイトほどのスペース、ソロキャンプにもおすすめです。下った 4WD サイトは入れる車種が限られているので比較的空いており穴場です。2、ウエストエリア。様々なアクティビティから近く、ファミリーに人気のエリア。最初の砂利道を左折です。3、イーストエリア。リフトがサイトを縦断するスキー場ならではの開放感抜群のエリア。最初の砂利道を右折です。電源サイトはノースエリアとイーストエリアにあり、区画制です。区画別で平らに整地されているため、フリーサイトの場所取りが不安な方はこちらの役もおすすめです。おすすめサイト、ファミリー向けのウエスト、開放感が特徴のイースト、見晴らしが特徴のノース、それぞれに個性があります。強いて言うならおすすめはノースエリアのこの1本生えた木のたもと。理由は前左右が斜面で隣接する設営者が少なく、見晴らし開放感が抜群です。地質土が出ているところもありますが、基本は芝と草地です。水晶ペグ、芝と草地の土は柔らかく、プラ、アルミ、鋳造、何でも使用可能です。水はけ、草地なので水はけは悪くありませんが、土が出ている場所は水たまりができます。朝露、夜露。芝、草部分は朝露、夜露が多め、靴は事前に防水スプレーをおすすめします。トイレ、トイレは3箇所、トンファン、ノースエリア、イーストエリアに1箇所ずつ、すべて非常に綺麗です。炊事場、炊事場は各エリアに1つずつ、たわし、洗剤は備え付けはありません。お湯が出ます。電源イン、電源サイトは15区画。Wi-Fi 環境、Wi-Fi 環境はありますが、受信場所や接続回線数に制限があり、混雑時は使用が制限されます。直火は全面禁止です。売店、キャンプ場内にはありません。キャンプ場を出たセンターハウス内にあります。サイトから徒歩で行くには少し距離があります。薪と炭、シャレー丸沼で販売しています。薪、炭ありますが、売り切れる場合があるそうなので、事前に用意が安心です。湿度が高いので、どうしても薪が湿気っぽく風ます。それが嫌なら事前に用意しましょう。レンタル品、キャンプ用品の個別レンタルは行ってませんが、食材のみ持参すれば手ぶらで楽しめる手ぶらでキャンプが人気です。常設テントとレンタルのキャンプ用品が利用できる
キャンプ初心者にもおすすめのプランです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止の場合もありますので、希望の場合は費用問い合わせ。ゴミ捨て場、ゴミ捨て場は2カ所、トンファン脇とノースエリアにあります。分別が必要、炭捨て場も併設です。ゴミ袋の指定はありません。浴場、入場料の中に浴場料が含まれています。中央に位置するトンファンのシャワールーム、センターステーションにある座禅温泉が無料で入浴可能。泉質は無色透明、日本では数少ないナトリウムカルシウム硫酸塩炭酸水素塩温泉。場内施設1、ロープウェイ。センターステーション横の山麓駅から標高 2000m の山頂駅展望台までの全長 2500m、 約15分間の空中散歩が楽しめます。営業日時5月頃から10月頃、8時から16時。天候時期により異なるため注意。料金はこのようになっています。2、スリーアドベンチャー。アスレチックよりエキサイティングなスリーアドベンチャー。予約は前日16時まで、ウェブサイトからクレジット決済のみ。営業日時6月頃から10月頃、9時から16時です。料金大人2500円から、子供小学生まで1500円から。6月7月の平日は予約団体のみ営業です。3、サマーリュージュ。親子に大人気、上りはリフトを使用、下りは全長 800m、 高低差 100m を最高時速度40キロで滑走します。営業日時7月頃から10月頃、8時半から16時半まで。料金1回500円、タンデムは800円。4、サマーゲレンデ。雪に近い滑走感、全長 400m、 最大斜度15度のコースを普通のスキーやスノーボードで滑走。営業日時7月頃から10月頃、8時15分から16時30分。料金はこのようになっています。5、レンタル e バイク。営業日時、5月頃から10月頃、8時から16時。料金はこのようになっています。他、注意事項、直火、発電機、カラオケ、花火、手持ち花火は指定場所のみ、可は禁止。4、近隣データ。食材購入場所、キャンプ場近隣に食材購入場所はありません。事前に食材を購入してからキャンプ場へ向かいましょう。1、ベイシア沼田モール。群馬方面、車片道50分、営業時間9時から20時。2、道の駅川場田園プラザ。群馬方面、車片道55分、営業時間24時間。2014年の関東道の駅アワードでナンバーワンの道の駅、全国モデル道の駅にも認定されています。3、セブンイレブン片品須賀川店。群馬方面、車片道30分、営業時間24時間。キャンプ場から群馬側では一番近い24時間のコンビニ。浴場施設、キャンプ場内にある座禅温泉以外で開設します。1、丸沼温泉。群馬県側、車片道15分、利用希望は電話にて要確認。日帰り温泉が1人1000円で利用可能。入り口正面の水槽ではニジマスが泳ぐ様子を眺められます。泉質は無色無臭の単純温泉。2、白根温泉大露天風呂。薬師寺の湯、群馬県側、車片道15分、営業時間10時から17時30分。大人800円、小人500円。泉質は無色透明、アルカリ泉の源泉かけ流し。3、安与の湯、栃木県側、車片道30分、営業時間9時から20時。足湯専用、無料です。日本で4番目に硫黄成分の多い奥日光湯本温泉の源泉を引いており、白濁の湯が楽しめます。観光施設、景勝地。1、仏教寺院、日光山温泉寺。栃木方面、車片道30分。日光山温泉寺は世界遺産日光山輪王寺の別院、全国でも大変珍しい温泉に入ることができるお寺。2、景勝地湯滝。栃木方面、車片道30分。湯の湖南端にある高さ70m、長さ110m の滝、華厳の滝、龍頭の滝と並び、奥日光三名瀑の一つ。3、景勝地華厳の滝。栃木方面、車片道40分。日本三名瀑の一つ、
華厳の滝中禅寺湖の水が高さ97メートルから平均1秒間に約3トンの水が落下します。1931年に国指定名勝、2007年に日本の地質百選に選定されました。4、景勝地日割れの滝、群馬方面車片道35分、東洋のナイアガラと呼ばれる名勝、落差約7メートル、横幅約30メートルに及ぶダイナミックな滝、国指定天然記念物。5、国の公園尾瀬国立公園、群馬方面車片道35分、童謡夏の思い出で夏が来れば思い出す、遥かな尾瀬遠い空というフレーズでおなじみの尾瀬。群馬、福島、新潟、栃木の4県にまたがる尾瀬国立公園、年間およそ30万人が訪れます。近隣キャンプ場1、菅沼キャンプ場栃木方面車片道20分、2、日光湯本キャンプ場栃木方面車片道30分、以上となります。丸沼高原オートキャンプ場ゲレンデインテントを張ってのキャンプは通常のキャンプ場にはない独特の開放感、登山にアクティビティに温泉に山のレジャーを積み込んだ総合レジャー施設は、皆さんが口々に一泊では足りないとお話しされるのも納得です。このチャンネルでは見るだけでキャンプの知識がめきめきつく動画を目指しています。参考になったな、もっといろいろ知りたいなという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。